はい、どうもこんにちは、RYGです。今回紹介するヨーヨーはこちらでございます。バンダイハイパーヨーヨーダンカンウィンドウォービットです。このヨーヨー、ダンカンが出しているスピードビートルの OEM モデルのヨーヨーです。このヨーヨーどんなヨーヨーかというと、まあルーピング向けの、メンテナンスがめっちゃめんどくさいヨーヨーです。はい、その辺を含めて紹介していきます。このヨーヨーの形状が、クラシック形状、丸いノーマル形状とも呼ばれますが、まあ形状的にね、てか見にくいよね、めっちゃ、形状が見にくいと思うんですけど、こういう形ですね。ボディ半分にすると D 型の形になるんで、ノーマル形状というよりかは、まあクラシック形状、モンスターシェルなんかに近い形になっているので、クラシック形状と呼ばれる形状です。そしてレスポンスが、これが本当に厄介でめんどくさいとパッドタイプのレスポンス、ダンカンのフリクションステッカーですね。そしてベアリングサイズは、ダンカンサイズの A サイズのベアリングが入ってます。どんなヨーヨーかというと、ルーピングがすごいしやすい、戻りのなかなかね強いヨーヨーです。さらに戻りが強いんですけど、先ほど見せたサイズ A ベアリングによって滑らかに、しっかり回ってくれます。なんですが、もうとにかくこのヨーヨーね、メンテナンスが本当にめんどくさい。本当にね、もう僕嫌になるくらいめんどくさくて、もう当時触ってなかったですもん。本当買ってちょっと触って、おールーピングしやすと思って中開けたら真っ黒っていう、はい、っていうのがこのヨーヨーです。一部の話によると、このね、ウィンドウォービットに使われているハイパーヨーヨーの、あのパッケージで売られているダンカンのフレクションステッカーはなんか柔らかいらしい、こう脆いらしくて、これもね、今さっき開けてほぼ新品状態でね入れてて、こうさっきちょっと使っただけなのに、ここですよ、わかります？こう周りがちょっとねファサファサしてきて、これがさらにねひどくなると、こういう状態になります。でこれまだなんとか使える状態なんですけど、あのレベルマックスになるとここまで行って、あのレスポンスの役割を果たさなくなるんですよ。でここまで来ると、てかここまで来る前に、もうこの時点でもうここまでね周りがベロベロに剥がれてきた時点で、あのもうほぼよ、あのストリングが絡みすぎてスリープがしないか、あのレスポンスの役目を果たさなくて戻ってこなくなるかするんで、絶対変えなきゃいけなくなるんですよ。でその時に、あのスペーサーとかベアリングにこの細かいね黒い糸っていうか、なんか繊維が入り込むんで、ベアリングをこうできれば掃除した方がいい、もうできれば脱脂する勢いで洗浄した方がいいんですけど、当時の僕はそんな技術は知らないと、てか知るわけがないですよね、ベアリング洗浄なんて。なので、あのもうベアリング回らないままルーピングをしてたっていうねことなんですけど、でステッカー買うお金がもったいないんで買わずにそのままお蔵入りっていう、で新しいの買ってきてそのまま忘れてっていう、で現在に至るっていうことなんですけど、あの本当にね、このレスポンスが本当厄介で、このレスポンスさえなければいいヨーヨーなんですけど、このレスポンスのおかげでこのヨーヨーが成り立っているっていうほどのヨーヨーなんで、まあ一長一短なんですよ、このヨーヨー。で形状がクラシカル形状なんで、こうでクラシカル形状なんだけど、こう幅があるんで結構持ちやすくて、ルーピングがしっかりこうできるんですね。で投げ出しもしやすくて、キャッチもしやすい。でボディが全体的に丸っこくて、クラシック形状っていう割にはこの内側の幅が広めにとってある、ノーマル形状並みにとってあるんで、こう手返した時にしっかりまっすぐ投げてくれる、ヨーヨーが綺麗に反転してもう一回投げ出してくれるんで、案外ルーピングにねこう手こずることはない。僕も実はこれでループザループを覚えたくらい、しっかりとしたこう長時間のルーピングを覚えたくらいの機種なんで、結構本当ループザループにいい機種ではあるんですけど、メンテナンスが本当にめんどくさいっていう、もう極物すぎるようなヨーヨーなんで、今からこのウィンドウォービットを買うんなら、他にももっといいヨーヨーがあるんで、やめた方がいいですっていうくらいね、本当悪口しか言ってないような気がしますけど、もうこのレスポンスがもう何とも言えないほどめんどくさいんで、はい、やめた方がいいです。もしこのヨーヨーが触りたいんであれば、メンテナンス方法は、ストリングがさっきみたいにモヤモヤになってきたら、レスポンスを剥がして、ステッカー、なんかのス
ステッカーなんで剥がして、どっちも剥がして、ベアリングを1回洗って、でスペーサーもこう綿棒かなんかでしっかり拭き取ってあげて、綺麗にした状態でもう1回貼り直して入れてあげればいいですけど、めんどくさいですよね、そんなことするの。なので、まあそうですね、1回触ってお蔵入りなんじゃないですか。で、まあ、強いていいところを挙げるとすると、まあ、ルービングがしやすいっていうのと、まあ、ストリングを選ばないっていうのは割といいところだと思います。あのその辺にあるストリングをパッとってつければこう使えるんで気にしなくてね、スターバーストではないんで、ストリングを切れる心配はせずにね、使えるものではありますけど、まずメンテナンスがめんどくさいっていうのを何度言いますけど、めんどくさいんで、それだけ、それだけです。このヨーヨーの弱点はそれだけなんですけど、なかなかでかい弱点ではあります。ということで、このウィンドウオービットを振っていくことにしましょう。はい、それでは振ってみましょう。回した感じはこんな感じです。結構まあ普通に使える感じの周りですね。あのブレはもちろんありますけど、ルーピングですし、あの 1A ほどのこう精密なね、こうそんな精密さは求められないんで、まあ、軽くスリープしてしっかり戻ってくる感じのヨーヨーです。ほんとね、ループザループに関しては本当にいいんですよ。基本セッティングの二重巻きの状態でしっかり回ってくれますし、しっかり戻ってきてくれるんで、ほんとダブルループをこれで覚えるのは問題ないんじゃないかっていうくらいの余裕ではあります。で、ベアリングサイズがね、 A サイズでしっかり回ってくれるサイズなんで、ブランコなんかもできる余裕です。で、これもまあリクエストをしていただいたね、ヨーヨーではあるんで、そんなボコボコ言っていいのかっていう心配にはなりますけど、まあルーピングヨーヨーに関しては、ルーピングヨーヨーっていうことで見れば相当いいヨーヨーです。何度も言います、いいヨーヨーです。こう戻ってくる感触が結構気持ちいいんですよ、このステッカーのおかげで。なかなかスターバーストでは味わえないようなこのね戻り、いいですね。この優しいような、でもサイズ A ベアリングが入っていることでしっかりこう回ってくる感じっていうのが面白いんですけど、ルーピングステッカーのメンテナンスが本当にめんどくさい。はい、ということでこのヨーヨー、買う際はこの本当にルーピングステッカーの、ダンカンフリクションステッカーのメンテナンスだけはね、それだけ頑張ってくださいっていうヨーヨーです。はい、以上でバンダイハイパーヨーヨーダンカンウィンドウォービットの紹介でした。